皆さんこんにちは、マメです。タマです。突然なんですけど、ダイエットって難しく感じてませんか？うん、確かに難しいイメージはあるよね。あるよね、うん、で僕らも今大会に向けて約3ヶ月で10キロ落としました、うん、でダイエットに対してのイメージって、うん、筋トレをしなくちゃいけないとか、うん、カロリー制限をしなくちゃいけない、うん、また鶏胸肉しか食べちゃいけないなどなどのイメージがあると思います、うん、ただ最初から無理をして続かなかったら結局意味がないんですよね、うん、なので今回の動画は、気軽にダイエットしてみたい人、最近外食多いなと思う人、健康になりたいなと思う人に見てもらいたいなと思ってます。ただどっちかっていうと、うん、徹底的に体重を落としたいっていうよりかは、うん、まずは軽くダイエットしてみたいなと思う人向けの動画になってますので、ぜひ最後までご視聴ください。お願いします。それでは普段の生活の中で変えるべき3つのことをお話ししていきます。まず1つ目が調理方法を変えるです。まあ、調理法っていっぱいあるじゃないですか、うん、ある。それを変えるだけで、うん、カロリーって意外に抑えられる。調理方法っていうのは代表的なものが5つありまして、揚げる、焼く、煮る、茹でる、生で、今言ったものから上から下にこうどんどんカロリーが下がっていくイメージ。はいはいはい。生が一番カロリーが低いです。え、じゃあさ、実際にさ、なんか具体例欲しい。調理方法の代表的なものあります。胸肉です。あー、確かに困る。例えば、はい、揚げる、唐揚げ。あー、はい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 、はい、逆に一番こう生だったら胸刺しとか。あー、なるほどね。鶏刺しか。はいはいはい、鶏刺しね。なのでさっきの順番に戻しますと、うん、唐揚げ、チキンステーキ、胸肉の煮物、うん、蒸し鶏、うん、鶏刺し。確かになんかめちゃめちゃどんどんヘルシーになってって、どんどんヘルシーになってね。鶏刺しとかもうやばいね。同じものなんだけど。確かに全然ちゃうな。全然違う。化粧してる女性と化粧してない女性みたいな。めっちゃ違うお前それ。失礼超失礼。普通に。じゃあさ、今さ、実際鶏肉のさ調理工程いろいろ知ったじゃん、うん、でもさ、やっぱカロリーがさ違くないとさ意味ないと思うんだよね。なるほどね。どんな感じに違うの？確かにあんまイメージしづらいと思います。しづらい、うん、じゃあ胸肉の同じ 100g 設定で、うん、唐揚げだと 100g で 237カロリー。ほう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 。で蒸し鶏だと 190カロリー。おお、減った減った。うん、鶏刺しだと、うん、なんと121カロリー。 121？ 唐揚げの半分なんだ。やば。え、同じ 100g でしょ。同じ 100g なので、うん、料理工程を生にすればするほど、うん、余計な調味料を使わなくて済むので、うん、まあ、カロリーが低くなる、ヘルシーになるわけですよ。では2つ目に食べる順番を変えることです、うん、でここで大事になってくるのが、うん、グリセミック指数。なんやそれお前。聞いたことない方もいると思います、うん、ただとても大事なんで聞いてください。この指数っていうのが、簡単に言うと、まあ僕らがね、こう食事をとる、例えばお米を食べました、うん、そのお米に含まれている炭水化物、これが体の中で消化されて糖質というものに変わって吸収されるスピード、これを表す数値なんです。ほう、どう、分かる？よう分からんな。つまりはこのね、グリセミック指数っていう、まあ、GI 値っていうのが高ければ高いほど、その糖に変えて吸収するスピードが速いから血糖値が急激にガンって上がっちゃう。ただこの GI 値が低ければ低いほど糖質に変えるスピードが緩やかだから、血糖値も緩やかに上がっていくと。なるほど。これどうなの、上がった速くなったことのメリット。実はですね、この血糖値っていうのがダイエットにとても関係してくる。何で、さっきこの血糖値が上がるスピード、これがダイエットに影響するって話だったんだけど、うん、もう人間ってね、やっぱすごいのよ。血糖値が上がったら血糖値がね、下げようと体が動くわけです。へえ、そうなんだ。そこで大事になってくるのが、うん、インスリンっていうホルモン。またまた難しいことばっかり言って。聞いたことあるインスリンって。そう、インスリンってなんか聞いたことあるよね、はい、ただね、実はね、これ多分知らない人も多いから、うん、ちょっと説明します、うん、このインスリンっていうのは、まず一つは血糖値を下げる役割がある、うん、つまり血糖値がグーって上がってたら、さっき言ったように不健全になっちゃうじゃん、はいはいはい、それをグーって下げてくれる役割がある。インスリン、そう、めっちゃいいやつよ。めっちゃいいやつなの、うん、ただし、ただしいいやつだけで終わんないんですよ、やっぱ。何、何事も人間もいいやつの裏には悪いやつがいるのよ。なるほどね。そうで、このインスリンっていうのは、その糖質、さっき言った多分お米とかから食べて糖質を吸収して、うん、その糖質を脂肪に変えちゃう役割も。 あ、なるほどね。そう、血糖値は下げるけど脂肪に変えちゃうんだ。そう、ダメじゃん。ダメなのよ。ダメなのよ。ダメなのよ。いや、奥様。人参のダンキズマ。エロいね。エロい。で、先ほどの GI 値が高ければ高いほど血糖値が上がるって話したじゃん、はいはいはい、そう、だから血糖値が急激に上がる食べ物を食べれば食べるほど血糖値を下げようと下げようとインスリンが出てくるわけ。でもインスリンが出過ぎちゃうと、うん、さっき言った糖質を脂肪に変える役割もあるから、どん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 脂肪もできてっちゃう。なるほどね。これが、うん、いわゆる GI 値を高い食べ物を食べれば食べるほど、うん、どん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 太ってっちゃうよっていう仕組み。そこで食べる順番っていうのが大事なんですよ。なるほどね。そう、要は、うん、GI 値が低いものだけを食べればいいと。おお、天才じゃん。
めちゃめちゃ小バカにした言い方なんですよ最初に。なのでこの GI 値が低い食べ物から食べるように意識することが大切です。で今回ね、さっき言った唐揚げ、唐揚げ定食で例えて、じゃあ唐揚げ定食でどういう風に食べてったらいいのっていう話なんですけど、最初はキャベツとかになってるんじゃん、うんうん、そういうキャベツなどの野菜を取って、うん、その後に唐揚げ、まあ、タンパク質が入っているようなおかずを食べて、うん、最後にご飯を食べる。こんな感じで GI 値が低い順に食べていく。先生質問です。何でしょう。 GI 値が低いものを食べたらいいっていうのは分かりました。はい。ただ結局食べる順番を変えても、うん、GI 値が高いものを食べてしまったら一緒なんじゃない。あーなるほど、はい、じゃあ例えば陸上とかで話そう、長距離走やりますと、はい、1500m、はい、ただ1500m でいきなりダッシュしたら後半辛くない？あーもう辛いね。一気に心臓に負荷かけてったらさ、はいはいはい、最後まで持たないじゃん、はいはいはい、ただ徐々にスピード上げてけば上げてくほど体がどんどんアップされてって、うんうん、走り切れるじゃん。なるほど。それと一緒なの。結局同じものを食べるんだったら徐々に血糖値上げていこうよっていう話。あ、一気に上げないで緩やかに上げていこうと。そうあーなるほどね。だから緩やかに上がっていく、 GI 値が低いものから徐々にこう食べていこうと。分かった先生。あー天才じゃん。じゃあ例えばなんだけど、うん、GI 値が低い食べ物、うん、これを一部紹介します。まず一つは肉とか魚などのタンパク質多く含まれてる食材、うんうん、あとはやっぱ野菜ね。ただしここででんぷんとか入ってる、まあいわゆるじゃがいもとか、うん、ああいうのはねちょっと GI 値高いから、うん、まあ後回しにするのが、あとは乳製品とか、乳製品、ヨーグルト、はいはいはい、ここら辺が GI 値が低い食べ物。一方で GI 値が高い食べ物、お、になる、お米。あまあ高そうじゃん、なんか高そうだそう、お米とかの炭水化物、いわゆる麺類とかもそう、うん、それが高いです、うん、なのでまとめますと、この GI 値が高い食べ物を食べたら血糖値が急激にガーンと上がって、うん、インスリンがドバドバ出て脂肪が溜まりやすくなって太ってしまうと、うんうん、一方で GI 値が低いものを食べると血糖値が緩やかにこう上がっていくから、インスリンもあまり出ないで脂肪が溜まんないで体型をキープできる。うんうんうん、そう、この違いがある。つまり、まあ、GI 値が低いものから食べていくように意識していきましょう。でも唐揚げ定食をさ食べちゃダメって言ってるわけじゃないから、うん、食べてもいいんだけど、その中で食べ方を意識するだけでちょっとは変わるから。そんなの僕もできる。おお天才じゃん。やったー、ベースで教育3つ目は和食和菓子を中心な生活に変えて。これなんでかっていうと、うん、油とかバターって、うん、やっぱ脂質が多い、うんうんうん、カロリーが多いんですよ、ね。まあ、例えば、うん、唐揚げ定食だったものを、うん、焼き魚定食とか、あとはケーキを大福とか、うん、カステラとか、決して甘いものを食べちゃいけないなんてそんなことは絶対ないので、うん、もし例えば毎日ケーキだったら、うん、週に2回だけ、うん、カステラに変えるとか、はいはい、だけでも変わってくる。じゃあ、まあ、実際カロリーってケーキと大福ってどんぐらい違うのって言いますと、じゃあ同じ 100g で、うん、ショートケーキだと346カロリー。おーなるほど、まだ分かんない。ね、うん、わかんない。大福ですよ。なん、242カロリー。おお、100キロカロリーも違うんだ。そう、意外な100キロだけど、うん、それがこう積み重なっていくと大きな脂肪になっちゃうから、うんうんうん、だから甘いものとか食べても OK なんですよ。なるほど。でも俺あんこ嫌いだから洋食食っちゃうなので、うん、まあいろいろね、お話してきましたけど、うん、甘いものとか、うん、美味しいものを我慢する必要性はないですよ。食べる順番を変えたりとか、うん、料理のね、工夫を変えたりするだけで、うんうんうん、結構変わってきますので。そう、ダイエットって本当に今聞いた話で、そんなに難しいイメージは持たなかったと思います。うんね、意外とこう簡単にちょっとだけこう意識するだけでも体って変わっていくんで、うん、まあ無理なく楽しく継続すること、うん、これが一番大切なんで、うん、ゆっくり自分のペースでダイエットしていきましょう。楽しむことが一番ですから、ね、僕らも頑張ろうぜ。頑張ろう。残り2ヶ月、頑張ります。あーみんなで頑張ろう。一緒に、みんなで一緒に頑張ろうぜ。今日からダイエットするっていう方コメント欄へお願いします。一緒にね、頑張りたいからこそ、そうだね、コメント欄で、うん、今日なんか頑張ったとか、うんうんうん、っていうのがあったら、そう、嬉しいかも。そうだね、うん、なんか僕らのコメント欄は、うん、こうみんなで一緒に頑張っていくっていうようなコミュニティにしたいと思ってるので、うん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 、まあみんなでね、頑張ったねとかコメントし合ってもいいし、うん、僕らもね、目を通してコメント返すようにはしてますんで、うん、ぜひコメントして結果を残していきましょう。イエイ。今回の動画でダイエットの仕方が分かったよって方はチャンネル登録、高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。頑張ろう、頑張ろう。筋トレ始めたいんだけど何から始めていいか分かんないんだよね。そんな悩みを解決するために公式 LINE 作りました。自分の悩んでいることを入力するだけでその人に合ったおすすめの筋トレを紹介するよ。本当だ、これを使えば筋トレのモチベーションも上がる。同じ悩みを持っている人は今すぐ LINE を追加してみてね。みんな一緒に頑張ろう。